白の女教師は2012年7月20日から9月21日まで毎週金曜日22時から22時54分に TBS 系金曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマである。キャッチコピーはその女教師は金曜の夜にやってくる。学校内外にはびこる様々な問題を課外授業と称して法外な金額と引き換えに法を犯すことも厭わず、 解決していく三人の女性教師の姿を描くアクションサスペンス活劇である。従来の学校教師ドラマとは対局を成す女王の教室にも通じる内容となっており、主演のエイクラナナは初の教師役で、かつ初めてダークヒロインを演じた。また、トリンドル・レーナは本作が連続テレビドラマ初出演となった。本作は、 1> 第1回 TBS 連ドラシナリオ大賞で佳作を受賞した山下智弘の夜の女教師組でのドラマ化であり、山下は企画、脚本を手掛ける TBS 連ドラシナリオ大賞受賞作品のドラマ化は初となる。また、都立国文館高校のシーンは埼玉県の山村国際高等学校でロケ撮影が行われている。 鳥津国文館高校で進路指導を担当する高倉優子は昼間は優れた指導力で生徒と接するクールな教師夜には校内外にはびこる教育的難問を解決するダークな教師として同僚の内田スミルと藤井彩と共に課外授業を行うしかしそれは時間外手当という観点から違法かつ高額な金銭を要求し 問題解決のためには制裁の対象者は愚かその関係者、親族、友人に対してまで必要な情報漏えデマのルフ、暴行、脅迫、拉致、破壊工作、犯罪幇助など手段を選ばないものであった。三人には課外授業を行わざるを得ない過去や秘密があった。そして、そんな黒の女教師たちに必要につきまとう一人の転校生がいた。 この人物は、優子たちによる、課外授業で制裁を受けた者。困っている生徒に対して、報酬と引き換えに、課外授業を行う。物語後半で年をによって、それまでの行いが公やけになり、謹慎を受ける。最終話なしで3人とも退職した。卒業式には出席はしていないが卒業を祝う。手紙を送り、それと同時に、今まで受け取っていた報酬を、 生徒たちに返した。第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話。ありがとうございます。